西ドイツ国鉄 E10 系機関車は1952年に開発された急行列車用交流電気機関車である。1968年から110系、112型 -115 型に改版された。E10 型は長期にわたり遠距離運用で重要な機関車であったが、鉄道改革以後には普通列車用に格下げされた。さらに現在、E10 型は、 ほとんどが廃車されている。e 1 0に2号機ドイツ連邦鉄道の主務部署委員会は標準化された部品で製作する2つの基本形式電気機関車の開発を決定した。その形式は E94 型機関車に似た6同軸の貨物、機関車と E44 型及びスイス製 BLSI4、4型の影響を受けた4同軸の一般機とされた。 また特徴として、運転室は、機関士が着座して運転できるように制作されることとなった。それまでの機関車では、E18 と E19 形式を除いて、機関士は、集中度を高めるという名目で、既立運転となっていた。機関車開発時の形式は、1940年代には E46 型とされていたが、設定最高速度が、 時速 125km から時速 130km に上げられたため、形式は E10 型に変更された。機械部品製造と電気機器のメーカーは、1952年に4両の試作車を製作した。その試作車では、連邦鉄道の要求した性能を、例えば動力伝達装置、電気設備、台車等はクリアされていた。しかし試験の結果、 多目的機関車とまでは言えなかった。そのためプロジェクトを修正し、急行列車用機関車として E10 は完成した。本機をもとに、歯車比変更で、軽量貨物機関車である e 4 0系軽量中距離列車用機関車である e 4 1系6同軸の重量貨物機関車である E50 型が生産可能とされた。5両目の試作車が、 追加で1953年ヘンシェルとアイングによって制作された。現在2号機と5号機が博物館に保存されている。一時量産車は100番台とされ E10.1 型と表示される。E40 型と対照的に E10 型には抵抗機式発電ブレーキが装着された。1956年12月以来合計379両の機関車が機械部門について クラウス・マッファイ、クルップ、ヘンシェル、電気部門について、SSW、アイグ、BBC によって制作された。E10.1 型と増備機である、E10.2 系の外観は共通のボディであるが、前車は3つの全小灯を装備し、後車は1組の全小灯と人を備えている。288号機から空気力学を考慮し、流線型の車体に変更された。 その後の量産車は E10.3 型と命名されている。1968年以後は110景気車と改版された E10 景気車であったが、1990年代から普通、快速列車向けになって鉄道改革の第3段階で近距離旅客部門へ移動された。つまりそれは本機の長距離旅客運用への投入の終焉を意味した。 近距離旅客部門においては、集団駅での機関車付け替えを省き、効率的に運用するため、1997年から多数の110.3型機関車に、客車から機関車を制御したり、機関車から客車の状態を監視する、一般的なプッシュプル制御装置が装着された。外観は、ドイツ連邦鉄道の標準化計画により、製作された他の電気機関車同様、 全溶接車体、台車で発生する動力が、車体枕張りを通じて連結器へつながる構造、側面に送風機用の格子を持つ車体となっている。110.3シリーズの正面はより、流線型とされている。車体は、バネとゴム部品で、台車上に支持される一般的な構造である。しかし、特に高速走行時に、車両の動揺が激しくなるなどの問題が生じ、 台車は後に多数の改造が施された。試験的に2両には玉缶型ゴム付きのバネが側受けに装着された。前期地便ブレーキとしてクノールブレムゼ製の空気ブレーキと単便として直接に作動するブレーキが装備されている。空気ブレーキは高速走行の時には増圧ブレーキとして動作する。また空気ブレーキと連動する発電ブレーキも使用可能である。 発電ブレーキ時に発生する熱は屋根送風機を経て放出される。ドイツの機関車史上最初の高圧タップ、切り替え制御である。主電動機は WB372 型14極電動機で、後に111型や151型にも採用された。前機ともシーメンスシュッカート製の丸ゴムバネ付き、クイル式駆動とされていて、試作機から性能は良好であった。 パンタグラフは、菱形の DBS54R 型を搭載している。屋根絶縁体上に、主回路の空気遮断器、電圧検出装置がある。変圧器は、油冷却方式の参照変圧器。28段のタップ切り替えとされている。運転の仕方は、フォローアップ方式とされ、これは、機関士が指定したノッチを入れると、タップは指定された段に、自動接続される。 非常の場合、クランクを使ってタップを強制的に切り替えることも可能である。なお、110K399 号機から再利した制御手電動機が標準とされた。それ以前に製作された車両には N28H 型回路が装着されていたが、故障修理や改造により、順次 W29 トン型と置き換えられた。運転保安設備として、 機械式あるいは電気式緊急列車停止装置、点制御自動列車制御装置を装備するが、後者は後に PZB90 と呼ばれるソフトウェアを持つシステムに改良された。また、列車無線も設置されている。電子式時刻表と制限速度指令システムを装備するコンピュータが後年追加された。一部の車両にはコンピューター統合鉄道運用システム向けの コンピュータが試験目的で装備された。工場出荷時の状態に戻った保存車両である e 1 0二百2 3 9号機1962年 E10K 向けに新開発された、それまでの車両に付けられていたものと異なる6組の台車が製作され、239号機244号機に新生児より装着された。この6両はラインゴルト5検引用に投入された。 この台車は最高時速 160km での走行が可能。このため、当該機239号機244号機は、普通の E10 型との区別のために、車番をプラス1000とされ、車号の前に1の数字が追加された。これにより、形式は E10.12 シリーズとされ、この6機は、外観はそのままに、コバルト青色とベージュ色の特別塗装とされた。 さらにその半年後、265号機2 7 5号機には新たに開発されたヘンシェル製台車と動力伝達装置が装着され、この6機はやはり車号がプラス1000とされ、1239から1244号機同様時速 160km 運転を行うこととなった。この1000番台の番号を持つ車両は、1960年代前半から、 特急列車券引用となった。その後1239号機から1244号機は一般的な E10 型に改造され、元の番号に戻された。288号機からは空気抵抗の少ない流線形全面で製作されて、1308号機から1312号機までは時速 160km で走行可能とするため、 ヘンシェル製台車と駆動装置が装着された。1968年になり E10.12 型は112系機関車に改版されて番号から前の位置を取り E10.1 時代の番号に戻された。同年に20両の112系機関車が申請されたがコストの高いヘンシェル製台車は用いられずより近代的な直列台車と呼ばれる台車が その20両の機関車に装備された。しかし、耐久力に問題が判明したため、この分の112型は1988年114型機関車へ改版された。さらに1991年には、ヘンシェル大社の装着された112型は113型機関車として改版され、空いた112型には、東西ドイツ統一により1992年から、 東ドイツ国鉄212系電気機関車がドイツ鉄道112型に改版されるという複雑な改版を経た。113型311号機1988年時点では S 番列車向けの111系機関車はまだ113型機関車として運用されていたが1991年になり残っていた112型は113型へ改版された。それは 翌年に開版される元東ドイツ国鉄212型を112型とするための装置であった。113型265号機270号機及び308号機から312号機は重量列車の長期にわたる牽引と高速走行を続けたため繰り返し故障した。例えば走行中に、 大歯車が損傷し、駆動装置と主回色配線が深刻な損傷を受けるなどした。そのため修理の上、非常措置として、走行速度を時速 120km に制限し、ミュンヘン周辺の急行列車に使用した。1990年代の中期になり、この11両について、その高速用、ヘンシェル台車を新規制作の部品を使って補修し、113、 型の最高運転速度は元の時速 160km までとされた。しかしこの11両はあくまで派生タイプであり、本来は優先的に廃車されるべきであった。2008年から2009年まで113型267号機、268号機、309号機が大規模に改造され、2013年にはこの3両は ドイツ鉄道の遠距離列車で使用された。しかし2014年6月に268号機と309号機の運行は中止され、この2両は国際列車レンタル有限会社の所属となった。形式も昔に習って、309号機は2016年2月に e 1 0系線309号機に268号機は2018年、 1> e 1 0二1 2 6 8号機にそれぞれ、改版された。1 1 0百4 9 9号機蒸気のように、直列台車を持つ20両の112型は、その台車で110時速 160km 運転可能と、されていたが、台車設計に問題があったのか、台車に、重大な損耗が生じた。そのため、当該番号 112K485 から504号機の、 最高速度は時速 140km に制限された。最高速度時速 160km の112型と区別するために1988年から114型機関車に改め形式されていた。その後も台車部分の故障が連続的に発生したので、さらに最高速度を時速 120km に制限。さらには運行が しばらく停止された。110系の287号機までの車両を廃車し、それらから流用した台車への取り替えにより、すべての114型は1993年から110.3型へと再開版された。うち18両には、廃車された140系の台車、手電動機、駆動装置が装着されて、139系機関車の一部として運用された。 機器での類似点は多かったので、互換性にはあまり問題はなかった。ちなみに2000年には、新112系機関車の一部が、114系、とされたが、ここに開設されている114型とは全く関係ない。フランクフルト中央駅で停車する115系114号機2005年から30両以上の110型と113型が、鉄道改革との関係から、 当時の DB 自動車列車会社に譲渡された。対象となった車両は2006年に115型へ、改版され、ベルリン市ルンメルスブルクで会社仕様に合わせて改造された。これにより、これらの115系機関車は旧東ドイツの所属となった。115系の運用範囲は国際列車あるいは国内遠距離列車である。2010年時点で、 1957年2月から運用された154号機が2018年には1957年11月から運用された e 1 0系由来の114号機が最古の現役機となった。114号機は2014年1月にデッサウで全般検査を受け、再び運行された。293号機も同年1月末に全般検査を受けた。 残りの115系機関車は現在特別列車用としてのみ運用され、その列車のための施設はミュンヘン中央駅で見ることができる。ありがとうございます。